虎のフレーメン反応馬のフレーメン反応フレーメン反応とは馬などの哺乳類に起こる匂いに反応して唇を引き上げる生理現象であるこの動作には主としてフェロモン授業を行う嗅覚器官であるスキきナ木を空気にさらしより多くの臭い物質を取り入れる機能があると考えられているフレーメン現象あるいは単にフレーメンともいう この反応は、馬の他には、猫、牛、羊、象、コウモリなどにも見られるが、馬は唇を大きくまくり上げるため見た目がわかりやすい。胎児期にすき花器が退化してしまう人では起こらない。野生においては、異性の尿の匂いを嗅いだ時によく起こるが、飼育下では、タバコの煙や気発油の匂いに対しても起こることが、観察できる。また、この反応によって、 発情しているかどうか調べることができる個体も存在する。人間から見て、この反応は、馬が笑っている、猫が驚いた顔をするなどと受け取られるが、実際は特に動物の感情と結びついているわけではない。しかし、羊などでは、腹部の痛みと関連している場合があると言われる。w e b リップクロ o p t v j p g ありがとうございます。